はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はいつもと違います。まあ皆さんね、見えているんですけども、今回コラボ動画ということで自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、せーの、プリトチャンネル、ハロー、佐々木です。青井くん、翔ちゃん、パンダ、お願いします。お願いします。はい、ということで、でも先ほどね、はい、もうプリットチャンネルさんの方でバカでかいラーメンをもう食った後なんですけど、ありがとう、ね、はい、はい、と引き続きね、あの僕の方でもあのお願いしますということで、やっぱり僕のチャンネルなんで、はい、大食いした後に申し訳ないんですけど、また大食いもしくは早食いをしてもらおうかなと。はい、お任せあれです。今日の企画で用意したのがこちらでございます。はい、すき家さんの特盛り牛丼なんですけど、大食いをしてしまうと僕ダントツで勝っちゃうと思うんですよ。でもこれイーブンで戦うために、すき家さんの牛丼特盛り一杯を早食い対決で、なるほど、なるほど、はい、お願いできればと思っております。でただこれ早食いでもおそらく僕が勝っちゃうと思うんですよ。まあまあまあ、うん、なんで今回はハンデマッチとして、死ぬほどラーメン食べた後なんで、はい、お腹いっぱいからこれを食べるということで。なるほど、はい、相当ハンデですよね。ありがとうございます。このすき家さんの勝負は、はい、お二人で、はい、よろしいですか、ね、私たちはさっきラーメン食べてない組なので、ただまあちょっと早食い、喉に詰まったりとか、うん、危険な可能性があるので、はい、生卵も用意しました、はいはい、使うか使わないかは自由で構わないので、はい、まあ、1人この1杯につき2個までということで、なるほど、はい、ルールさせていただければと思います。ちょっとほんと今塩分取りすぎて口パサパサで何も滑舌がやばいんですよ。うちらは勝利に近づいてますよ。相当ですから。任してよ。牛丼とか飲み込めない感じがするんで。うちらよく一口大食いってやってるんですよ、はい、あるものを一口で食べるって言うんですけど、はい、プリッツチャンネルの中で、はい、奥行きのサスケ、飲み込みのパンダって言われてるぐらい、ナンバーはナンバー2なんですよ。だから早食いに関してはすごいうちら得意なんですよ。勝ちに来ました。なるほど。だから負けた時のコメントも用意しておいてもらったらいいですよ。わかりました。と、はい、いうことで、今回お二人が挑戦していただけるってことなんですけど、はい、先行へとどちらから。はい、私がいきます。すきさんからで、はい、もう先に行って、もし負けたとしてもビビらすってところまではいくっていう、精神的にまず追いやる。はい、わかりました。じゃあ、 まあ勝負なんでね、僕も、はい、まあ、ちょっと手負いではあるんですけど、はい、負けないように頑張らせていただきます。すごい、こんなだったらすごいな。ウィットさんの方がで取った元気はもうないです。まあ、じゃあちょっとそんな中ですが、はい、勝負の方お願いいたします。お願いします。お願いします。で今回僕の方はノーマルの牛丼の特盛り、はい、で佐々木さんの方はつゆだくになってます。ちなみにこれ生卵は使えますか。はい、そうですね。何個使えますか。自分つゆだくなんで1個にしてます。1個で、はい、分かりました。じゃあ2個入れようかな。やっぱ2個入れます。これは食べてる最中に入れる。いや、もう食べてる最中でも、はい、もう開始前でも、はい、まあ、溶いててもそのままでも大丈夫。わ、入れといてもいいんですか。もちろんもちろん。え、じゃあちょっと入れとこうかな。絶対そっちの方が絶対いいよね。最初食べてる邪魔になるかもしれない。後半の方がチュルルンって味わってる暇ないんだよ絶対。味わってる暇ないんだよ絶対。紅生姜も入れます。これを半分だけ入れて、うん、半分まだ違う味があるんだっていう楽しみ。なるほど、視覚と味覚の楽しみで。そうです、ごまかしながら。僕は生卵をかけといて、はい、もっと脳を楽にしたいと思います。スルスルいけるんだっていう。なるほど、急に人みたいになってる。ねー、それで美味しそう。それでは、はい、準備よろしいでしょうか。はい、はい、位置についてよーいスタート。いただきます。よーし、いけるいける、頑張れ。お、いい、早い早い早い。うん、あれ、いや、ちょっと待って、違う、ちょっと待って、早い、同じスピードに見えるけど、うん、うわ、え、すごい早い、早い、どっちもかけてない、え、早い、いけ、サスケいけ、どっちもかけ込んで、これはもう、頑張れ、いい、いいじゃん、いいペース、休憩する時間ないわ、いいペース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 、すごいペース早い、向こう、もう3分の1しか残ってないです、頑張れ、頑張れ、サスケいけ、思いっきりいけ、もう、何も考えないの、思いっきり、大丈夫、サスケ、ベニショウが、休憩する時間ない、卵、卵かけて、追い卵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 、ラスケいけ、やばい、ラスケさん終わっちゃう、追い卵、ラスケさん、早すぎる、安すぎる、ちょっと待って、あまりにも早い、こんなこと、マジで言ってんの、さすがいけいけいけ、ほら、ラスケさん終わっちゃうよ、手追いの入れまで、入れまで入れ、入れて入れて入れて、入れて、さすが全部入れて、入る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 、まだいける、諦めないで、口に入れて、追いつける、全部入れて、全部入れろ、全部入れろ、全部入れろ、いけるいけるいける、さすがいける。Thank you.
いける、開けない、はい、なくなってる終了。さすけさん、さすけさん、どうしました？俺、人生で過去一ぐらい早かったよ。早かったね。でしょ？さすけの中で、言ってたこと全然違うじゃないですか。ただ、瀕死です。うわすごい粘りライフがもう瀕死ですか？瀕死ですね。駆け込むスピードで一緒なのよ、うん、でも、流れ込む入ってる量でしょ。口にこう、4分の1くらい一気に最初の3口で半分なくなってましたもん。分かったよね。なんか吸ってましたよね。そうですね。本当に禁止ですよ。もう無理ですよ。でも相当早いですよ。早いですよ。早いですよ。あの、これちょっといけるかもって思ったんですけど、皆さんの注目がだんだん俺じゃなくてラストの方に行っちゃって、それが本当に出る感覚で、これでもパンダさん次やるでしょ、はい、一回見といて得かも。確かに同じ食べ方するもん。そうそう、このスピードですね。あのこれ以上スピード上がることは多分絶対ないので。そうですよね。だからあのスピード越せばいけんですよ。後半は箸にずっと肉が刺さってる。肉がもうあれめちゃめちゃいいよ。ええあれがスプーンみたいになって逆に入ってくるからね。そう、なるほど。落ちていったんだけど、あれすごい。それやるわ。それが肉巻き。ちょっと舐めてたな。うわすごいな本当。ありがとうございました。すいません。すごすぎる。はい、ってことで、早速2戦目に参りたいと思います。2戦目はパンダさんということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもさっきあの聞いてたら、あの、はい、プリットチャンネルさんのリーサルウェポンだっていう話を聞いたんで早食いは早い方だと思う、はい、今日何も食べてないですもん、ね、何も食べてないんで。1食目はい、1食目です。あ、分かる、はい、これ負けそうだな。卵を使います。今回2個を使われるんです。はい、じゃあここ2個。どっちがどうもな動物か。ラスカル対パンダ。確かに決着してます。ちょっと僕今回作戦を変えたいと思うんですけど。まだあるんですか？作戦が。しまった、やっちゃった。全体じゃなくて、はい、半分側は多めにかけたいと思うんですよ。前半はまだ楽なので、辛くなった後半の方に水分を多くしたいので。あ、まず口の可動域を。いいよいいよいいよ。イメトレイメトレ。強そう。めちゃめちゃ強そう。ラスカル VS パンダ、よーいスタート。いただきます。頼む頼む。頑張って。おいおいおい、ラスカルさん、あ、ラスカルさんが、いや、パッキーラスカルさん、ラスカルさん、きつそう。いいよいいよいいよ、パンダパンダ、いいよいいよいいよ。いい勝負、パンダ、飲んで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 。飲んで。ラスカルさん、ちょっと早くなってきてる。早くなってきてる。しかも後半卵多いから。そうそう。でもね、苦しくて卵の方を先に行ってる。よしよしよし。いいよいいよ。いいよいいよ。ほぼ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 。ほぼほぼよ。あ、あ、ラスカル、ラスカル、ラスカル、こっち来て。よいよ、急いで急いで。よすぎだよ。見ちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ、あれ見ないで。いやいやいや。いや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 。そう、そう、そうそう。卵。口入れちゃえばいいから、口入れちゃえばいいから。あ、ラスカルさん、あと3口くらいになっちゃってる。頑張れ頑張れ頑張れ。いけるいけるいける。こっからこっから。うわっ、やばい、終わる終わる。まだ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 。最後、米が残っちゃったんですよ。炊け込めなかった。あの、スプーンできなかった。でも、やっぱ途中何回かチラ見したんですけど、正直、あ、ちょっと負けるかもってくらい、やっぱ早かった、ね。追い込んだ。いやでも、早すぎる。ラーメン5人前食べて、一発特盛りって。全然手負いじゃないですよ。お手遊ばれてる、うちら。うわいや、でも、めちゃめちゃ本当にいい勝負できました。いい勝負でした。ありがとうございます。でも、本当エンディングとか何にも話してこないです、今。僕の動画の方はちょっとここら辺で締めたいと思います。ぜひね、あのプリットチャンネルさんの方でも、ラーメンの大食い対決しております。概要欄に記載の URL ページの方から、飛べますので、ぜひそちらも皆さんご確認ください。はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、さよなら。